こんなニュース、ありまんにゃわのコーナーです。<laughs> うんとね、タイトルからいこうかな。ゴマフアザラシの恋模様は意外に複雑。<laughs> ま,たまた動物もの。<laughs> <laughs> 続いてないと。わかんないの水族館、飼育員の手書き相関図、来館者に人気。なになにそれ。これでもちょっとこう以前もね、こう話題になってて、知ってる方もいるかもしれないですけどね。ちょっと読んでみるね。<laughs> はい、えー。昔は俺のこと好きだったじゃん。<え>僕は一番じゃないの。 ドラマの「人間相関図」のようにゴマフアザラシの恋愛模様を描いたユニークな相関図が市内のあこ稚内なんですけど稚、はい、内市内のノシャップ寒流水族館で人気を博している大<ー>のアザラシ好きという飼育員のオリドさんかなオリドさんオリドさんで読ませてますオリドさんが3年前から手書きで作ってきたそうです<ー>アザラシ同士の関係を伝えることで親近感を持ってもらえたらとの思いを込めていると。 アザラシってあれなんですかその一回つがいっていうかあれになったら、うん、一生じゃないんですねじゃあそうみたいねえっと別れたりする具体的にちょっと一個書いてある、はい、元気くんってオスがいるんだね、うん、元気くんはメスに嫌われがちなんだっていま、うん、だに元カノのランちゃんに可愛いなあと思いを寄せてるんですけど。えー、見れんランちゃんは 元彼のくせにって感じで相手にしてくれて<わ>ないすごいねしかもらんちゃんは今まさきちのことが好きなんだって、うん、へー ねだからそなんだね,ね面白いねなんかこう人間人間っぽいぽいよねだ、うん、から女性の方ってコロッとこうねはいはい変わい次,次に行きますよね男がねミレ、ね、とかでよく言いますけどそうなんでだ,だからみそういうのだから妄想みたいなところもちょっとあるんだけども<ー>実際見てたらそういう体をくっつけあったりでそのメスの方は本当にもうあっち行けみたいなことをしたりとかってことで<ー>そそんな風にやっぱ見えてくるんだってさ面白いなね。 でも、ね、この折戸さんは、えー、結婚を機に8月で退職されるそうでそうかんぞりが受け継がれるかどうかは未定ということで、えー、水族館を通しては内が発展していけるようななくてはならない存在になれればと後輩たちに期待しているということですねでもアザラシの世界でもね恋する気持ちってのはなかなかもどかしいもんなんでしょうね。 おいちょっっと待ってよえ<何>、最近あいつと仲いいやんあいつってちく君のこと <laughs> あんなやつのどこがやねんねえ覚えてる私たちがいつも一緒にいた頃元気くん、飼育員さんから餌もらってる時こう言ってたよねああ何もしなくて餌がもらえるなんて最高だ それの何が悪いの私もそう思ってたよ政吉くんと出会うまでは正吉君は飼育員さんから餌をもらっている時こう言ったの「俺はいつかここを出て広い海に出るんだそして自分の好きなものを自分で取って好きなだけ食べるんだ」ってその時が来たら「ラン一緒にここを出よう」ってそんなん絶対無理やんあんな高い壁 どうやって乗り越えんねんだから今毎日2人でジャンプしてるいつかあの高い壁を越えるんだっていや仮に壁を乗り越えられたとしても海はもう危険がいっぱいなんやでそんなの分かってるでも正吉君は私に新しい価値観と夢を見させてくれたの私もここじゃないどこかで地に足のついた暮らしをしたいの地に足は無理やん俺ら アザラシ <laughs> じゃあね政吉くんがこっちを見てるからそう言って彼女はあいつのところに行ってしまった数日後蘭はあいつの子供を体に宿したここを出るのはもう少し先にしたらしいそして俺は今新しく入ってきた ナナのことが気になっている <laughs> 俺の恋する夏は終わってはいないまだ始まったばかりだ <laughs> 男の人もやっぱこう負けてられないね。うん やね、何やねん最後のそれ俺と夏はまだ終わってスポーツみたいな感じでなんかもう、うん、いや,ただやっこうあろでもやっぱこうずっとずっとこう未,未練抱えて、うん、そういう気持ちでいるよりがまだ終わってないよっていうね,ね、うん、男だってそうなんだよみたいなところがねそうだな でも正吉みたいなやっぱ夢のある、ねうん、男性の方が引かれるんですかねやっぱりねその夢をね実現していくっていう力もねあれば、うん、まあいいやろうけどね夢だけやったらのねその今こう見ごもったんやけどその子供を育てていけるかどうかっていうところもあったりする、ね、<laughs> どんだけあちょっとね逆にこう動物からいろいろ逆にね人間が教えて もらうこともあるんじゃないのかなということでございました以上ですオクラホマの日曜スピリッツ